はい、こんにちは、アステルです。今日もリトルナイトメアやっていきましょう。ということで、何か拉致られましたね。閉じ込められて、ここはどこなんだろうな。起きろー。あれ、起きない、起きた。おはよう。さあ、どうやって、お、これはこういうことか。痛い。さあ、あれ、これはライトがない。ない。グッド、グッド。これを引いて、うい、あ、よいしょ。せーの、うん、うん、はい。おい。よいしょ。やっぱり。あれ？ダッシュ？ダッシュでも間に合わない気がするんだけど。もう一回やってみよう。ほい。これこういけないのか。お、これいけんじゃね。イエーイ。ふぅ、よいしょ。今出る。遅いわ。せーの、ぽい。よし。なんで今つくかな。え、え、押せる、押せないよね。え、何と、え、壁え、助けて。え、なになに。あ、これ登んのか。お、賢い。で、よいしょ。これを、あ、これつくのか。さっきの腕のやつは何だったのだろうか。今度ギーギーがもうね、怪しいよね。いる、なんかいる。誰もいません。ちょっと、ごめんなさい、ごめんなさい、俺じゃない、違います、私じゃないです。え、違う、どっから登んのこれ。あのフック怪しいんだけどな。これ来るまでに時間かかーい。違う。目は
見えてないのかな。あそこまでダッシュで、ね、多分ここに踏ん、ここ踏んだらなるから。おりゃ。待って。怖い。バカ野郎。恐ろしい。ここジャンプする。どう。おお、よし。天才。なんだこれは。靴。こいつを刺して回す。なんですか？え、待って、ワンポン。あれ？したら音を鳴るから、音が鳴るから来ちゃう。この靴関係あんのかな。なんか靴屋さんかな、あの人。ダッシュで。これもういけねえか。おーりゃ、ねえ。よし、余裕じゃないですか。靴なあ、よいしょ。さーて、おりゃ。いや、靴だらけじゃん。靴、え、めっちゃ靴だらけやん。バケツ。え、なに、え、びっくりした。なに、あのバズり。ちょっと待って。ジャンプ、早く。よし、引くぜ。おりゃ、近い。え、次めっちゃ遠いけど。あっち、あそこのカバンに行けばいいのか。よし、せーの、早く。よいしょ、余裕。つまみろ。はい。次は、なんかまだ、何？何の音ですか？おい。ちょっと待って。違う。ちょっと待って。私いないです。こんにちは。よし。行くぜー。おるや。お、滑れるのかい。最初からいい。出し。あ、火が消える。誰もいないですよ。
誰もいないです。大丈夫です。うぇーい。はい。ふぅ。余裕。お？やめてなんかある。お、そういうことか。へえ。賢いなあ、アスは。これはここか。お、ちっこいな。おお、おるやん。ここまで行くのかな。ん？こっち？なんかあんのかな。あ、ないね。さあ、お？ん？どっちも行けないよ。どっからか登れんのかな。うん？こっち？やっぱこっちか。こっから登るとか。違うね。え？からあ、ひょっとしてこれやっぱりか。え、あ、やっぱりか。めっちゃギシギシ言う。ここもここは言わない。どっち行くんだ。やばいやばい、なった。走れ走れ、こっちか。あーっていうことは、音に反応するからこいつを。いや、ざまあねえな。余裕じゃない。ちゃ、それは反則でしょ、それは反則でしょ。おい待って、くんのくんの、やめて。え、押すのこれ。はい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 、いな
くなるかい。どうにか。おいし、びっくりした。え、大丈夫これ。歩いて平気？おお。もう音鳴ってんのわざとでしょ。ウェーイ。これは。え、待って。いないよ。うそー。あーバカ野郎。よし、来る。絶対来る。ノーノー。赤。え、え、なになに、開かない開かない。と、え、あ、びっくりした。いや、この音まだ来ないか。これは開かないよね。乗る？ん？お、なんか上にある。あ、違う、うわっ。ジャンプしちゃダメなんだって。このまま上がると。よし、ろうそく。せーの、でい。よし、ほい。落ちる落ちる、なんかいっぱい落ちてく。出迎え。大丈夫かい？大丈夫ですか？やろうじゃないか。登る。よしよし。で、こう、危ない、怖い、ダメ。で、これを。おお、ここも来んの？無理やりだ。よし、オーケー。まだ音が続いております。こちらまだ音が続いております。大丈夫ですか？あ、じゃあもう変なもん置かないで。ここには入ってこないのかな。え、でもこれもって、え、どうやっていくの？開くの？開かないよね。あ？you
テレビつくとか、テレビつくのこれ、ひょっとして。つくかい。テレビついてろよ。いけるいける、余裕余裕余裕、あー余裕しゃあ。うえ、まずい。うえ、何が開くんだ。あ、そういうこと。なんかまた音が鳴ってる。早くして、早く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 。うえ、ほら、じゃあ、よし。うん。じゃあ今ちょうどいいところなので、今回はここで終わりたいと思います。なんとか逃げ切れたんで、またあいつ絶対出てくるんだろうな。いや、もう出てきそうだしね。じゃあそういうことで今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら、バイバイ。